皆さんこんにちは、山本義則です。今回はですね、ボディービルですとかフィジークコンテストに出る方結構いらっしゃると思うんですけれども、例えば1年を通してコンテストがこの時期にある時、この時期にある時、どのようにスケジュールを組み立てていくか、これがかなり皆さん悩みどころだと思いますので、それについて解説していきたいと思います。まずコンテストなんですけれども、3つも4つも出ている人結構多いと思うんですが、あんまりおすすめできないですね。なぜかと言いますと、例えば1回だけでしたら減量期間1回で済みます。減量期間が1回で済むということは、バルクアップの期間を長く取れる。でも例えば3回も4回もコンテストに出てるとなりますと、まあそのコンテストが半年ぐらいにわたって 1,2,3 回あるとしましたら、残りの半年しかありません。でその半年のうち3ヶ月減量するとしたら、バルクアップ3ヶ月しかできない。これは非常に問題なんですね。ただしこのような場合にどうするか、例えばコンテスト1回だけではちょっと満足できない、3回4回出たいというような人も結構いるんじゃないかと思います。そしてコンテストによっては、例えばまあ秋に全国大会がある、その場合春の予選に出ないとダメ、予選で上の方に行かないと全国大会に出られないというような人もいるかと思います。そのような場合にどうするかなんですけれども、これが例えば半年空いてると逆に楽なんです。春の段階で体を仕上げて絞っておいて、その後少しバルクアップする期間があるんですね。バルクアップしてまたダイエットすればいいと。これは非常に楽です。まずはこの場合からお話しますと、例えば4月に予選に出て10月に本戦全国大会に出るというような場合、どうするかと言いますと、4月の予選はまあ全力出さなくてもいいです。ですのでバリッバリに絞らなくてもいいですので、例えば1月からバルクアップします。1月2月をバルクアップ、そして3月から4月の中旬ぐらいまでダイエット、そして4月の下旬ぐらいに出ると。そのようにしますと、まあそんなにボテボテの体ではなく、それなりに絞れた体で出られる。この場合大事なのは、バルクアップの期間に脂肪をつけすぎないこと。この時に脂肪をつけすぎてしまいますと、6週間ぐらいでは絞りきれない。ですので例えば4月に出る場合、1月からバルクアップするとしましたら、体重の 10% ぐらいまでにとどめる。体重の 10% までバルクアップして、そしてまた体重の 6-7% 落とす。そうすると最初の状態、まあ、最初仕上がった状態だと、しますけれども、体重プラス 2-3% の筋肉量で出られると。1年に何回も出るような場合は体重を増やしすぎないと。2ヶ月バルクアップ、1ヶ月から6週間のダイエット、そして3ヶ月の準備期間を経てコンテストに出ると。3ヶ月の準備期間でコンテストに出るということは、半年ありましたらそれを2回繰り返せるわけです。ですので4月にコンテスト出るとしましたら、5月6月バルクアップ、7月にダイエット、そして8月9月にバルクアップ、そして10月にまたダイエット、10月の下旬に出るということが可能になります。この場合バルクアップを2回するわけですけれども、ここでも体重の 10% 以上は増やさないと。そうしますと、その後のダイエット4週間1ヶ月ぐらいで十分に仕上げることができると。ですので1年に何回もコンテストに出るような人は、バルクアップしてダイエットするというのをだいたい3ヶ月ぐらいのスパンで繰り返す。バルクアップの時には体重の 10% までに体重の増加を抑えるというようにしていただきますと、減量も楽ですし、バルクアップ期間を長く取ることもできると。一方でですね、コンテスト年に1回しか出ないという方、これは非常に楽です。例えば余裕を見て4ヶ月ぐらいダイエットの期間を取るとしますと、残りの8ヶ月バルクアップできるわけです。ですので8ヶ月バルクアップできれば、おそらく前の年よりもいい筋肉量で出られると。ただここで大事なのが、8ヶ月バルクアップしっぱなしっていうのがあんまり良くないんですね。ここでも体重を一気に増やしすぎてしまいますと、残りの4ヶ月で絞りきれない場合があります。ですのでその8ヶ月の場合も4ヶ月4ヶ月で区切って、3ヶ月バルクアップしたら1ヶ月軽く落とす、3ヶ月バルクアップしたら1ヶ月軽く落とす、あんまり体脂肪を増やさない、体重も増やしすぎない。そうすることによって筋肉バルクアップも逆にうまくいきます。8ヶ月ずっとバルクアップしていくとどうなるかと言いますと、インスリンの働きが悪くなってしまいます。ずっとバルクアップしてハイカロリーの食事を続けていく、ハイカロリーの食事を続けていくと、インスリンが筋肉よりも脂肪に回りやすくなります。体にとって
どんどんハイカロリー、カロリー十分入ってくるなと体が判断しますと、それを体に貯めようとします。でも筋肉にですね、カロリー貯めるってことはあまりできないです。じゃあカロリーをどうやって体に貯めるかというと、やっぱり体脂肪になる、つまり脂肪を増やす方向に体が働いてしまう。バルクアップの期間が長くなるとそういうふうになるわけですね。逆にカロリーが少ない時期、プチ減量の時期がありますと、それが逆転します。そんなに体脂肪を貯めないように働くと。そしてトレーニングにおいてもプチ減量を挟むことは非常に大事になってきます。体重があまり増えてしまいますと、筋肉の可動域も少なくなってしまいます。ある程度絞れてくると筋肉の可動域も広くなります。関節の可動域も広くなります。筋肉への刺激も全然違ってくると。ですので、すごい太ってしまいますと、しゃがむ場合、例えばカールする場合とかでも肘を曲げきれないとか、膝を最後まで曲げきれないってことがあるんですが、これが脂肪がそれほどない状態だと、肘をもっと曲げきれる、膝を曲げきれる、広い可動域でできる。曲げきれるってことはよりストレッチできると。その方がバルクアップにも効果があると。ですので体重を増やしすぎない、オフに体重を増やしすぎないということはとても大事なことになってきます。筋肉も増やしやすいし、脂肪がつかない体にもなってくると。8ヶ月バルクアップする場合には、3ヶ月バルクアップ1ヶ月ダイエット、3ヶ月バルクアップ1ヶ月ダイエット、それを繰り返していただきますと、そんなに体脂肪のない状態で筋肉量を増やしていけると。コンテスト1回だけ、年に1回だけ出るという方は、ぜひこの方法を試してみてください。そしてコンテスト2回出るというような方は、この場合もやっぱりプチ減量で、あんまり体重を増やしすぎないで、バルクアップした後にその後またダイエットしていくと、無理のないダイエットをすることができます。一番悪いのがですね、例えば4月に出てまた10月に出るとなると、その間ずっとダイエットしている、これが一番いけないです。ずっとダイエットを続けていくと、どうしても筋肉減ってしまいます。これは当然のこと。最初のコンテストが終わったら、1回ちょっと軽くバルクアップ、ただし体重を増やしすぎない、そういう時期を設けまして、筋肉量を元に戻す。この時に体脂肪を増やしすぎない、そしてまた軽くダイエットしていくと、筋肉量を削らずにさらに体脂肪を削っていくことができるということになります。一言で言いますと、ずっと増やしすぎる、ずっとダイエットする、バルクアップもダイエットも長期間続けるのではなく、プチバルクアップ、プチ減量を細かいスパンで繰り返していくと、1回出る場合も2回出る場合も3回出る場合も効果がある。高い、ずっとやっぱりバルクアップしたいという気持ち、あんまりダイエットに入りたくないという気持ちは分かることは分かるんですけれども、ずっとバルクアップ続けていくと、結局ダイエットの時に地獄を見ることになりますので、ある程度バルクアップを続けたらプチ減量をする、これをしっかりと念頭に置いていただければと思います。今回は1年に何回かコンテストに出る場合、あるいは1年に1回しかコンテストに出ない場合、その場合の年間のスケジュールについて解説いたしました。面白かった、興味が持てたという方は、チャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。 Amazon でクーポンキャンペーン開催中、ホエイプロテインが最大1000円オフ、大人気の EA9 もお得に、さらにケトジニックダイエット時の補給におすすめな新発売のクリルオイルも今なら200円オフ、この機会にお得にチェック。